はい、ひとつきまんさ清水です、えー、本日はですね「文春法炸裂」ということで ABCDEFG ジーコさんまで出てきました松本さんの被害者ということなんですけどもまあ告発者、えー、7人目ということなんですがあのもうねちょっとこの中で松本さんが自分自身のなんか後輩かなんかにこういう人連れてこいっていうふうに出してきている指示書というのが出てくるんですよ。 <laughs> もうこれが気持ち悪すぎるっちゅうか。でそしてあの何もうまあそれをこらへんをですね、えー、っと私この「文春法」で松本さんのネタをですね、えー、年末から取り上げ続けているんですがもともとは A 子さんと B 子さんという方が松本さんにまああの呼ばれてホテルに呼ばれて、まあ、不同意今風に言うと不同意でね こうやられてしまったという、まあ、そういう告発であって松本さんは、まあ、これに対して事実無根であると吉本に関しても事実無根だというふうにこう言っているんですけども、まあ、ちょっともうなんか文春法に次ぐ文春法おに次ぐ文春法なんで最初 A 子さんと B 子さんに次 C 子さんと D 子さんが出てきて次 EFZ まで出てきてでさらに Twitter 界隈でもあの私も知ってるよとかっていう実名の告発とかも相次いできてですねいやこれはやばいなと。 ということで、まあ、松本人志さんはです、ね、残念ながらもう万博のアンバサダーもです、ね、なくなってスポンサーもどんどん引いていくと。 いう事態になっておりますすでですね私この問題見た時にこんなことありえんの気持ち悪すぎるわっていうふうに言ってたら、えー、元白報堂の本間さんはいやこんなもんだからどんどん出てくるよっていうふうに年末言ってたら本当にどんどん出てきて気持ち悪すぎるということで <laughs> え本日もこのダウンタウンのねあの松本人志さんの件についてスポンサー問題含めて本間さんに聞いていきたいと思います。おおおまままたよよろろししししくく願願いいすすす、あのー、もうほんとマジでですね 気持ち悪いなとまああのこれねもともとの A 子さんとか B 子さんはスピードワゴンの小沢さんっていう人にアテンドされて連れてかれて「あー」ってなんか3人ぐらいに「あー」ぐるぐる回されてしまったというような話を証言があったんですよね。でなんか松本さんはあのまっちゃんはえー、っと。 事実無根なんで戦いますそれも含めてワイドのショー出ますっていうふうに言ってたんだけども結局それもなしになってシューって消えてってなんかホリプロの,あの小沢さんえー、まあゼゲン役と言われているんですけども言われている小沢さんは「そのようなことはやっていない」っていうふうに声明、ね「これからも活動していきます」っていうふうに言ったのに数日後には「芸能活動を自粛しますっっ」っいやなんか弱いなっていうそういうのがまあ続いているんですが、えー、このね 中にあるなんかそれをちょっと一文をご紹介したいと思うんですけどこれです。なんかあの、えー「女性たちに見せていた指示書」これ何かというとですね「文春」の冒頭に書いてあるんですけどもあのこれがなんかこういう女の人を連れてきてほしいという文春の記事のタイトルが「 えー、ホテル写真室,ホテル室内写真と女性セレクト指示書っていうもうちょっと女性セレクト指示書っていうもう文章を読むだけで私ヘドがありそうになるんですけどで,でそれがあのー、ここ書いてあってこれがあのマクドナルドスタバ高校や中学の先生 <laughs>、まあ、弁護士広報の女人妻、うん こ子供なしっていうふうに書いてあるんですね。で、あのー、まあ、実際、えー、こういうふうにですね、文春がゲットしたメモっていうのがですね、こうあって、こういうふうに書いてあるんですよ。で、私ね、最初、これ見たときに、<laughs> 真っ先に思ったのは、いや、お前、弁護士ぐらい漢字で書けよって思いました。最初に思ったのが。で、ほうほうそ,うでそれで。 広報の女ってさ何言ってるか分かんないじゃないですか広報の女え後ろ後ろにいるそう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 広報支援の女え平坦とかいろいろ考えたあ分かった IR とかの広報だ広報担当の広報かっていうまあ広いに報じるの広報、うん、いやもう弁護士より簡単でしょ広報だったらっていうにもどういうことだ <laughs> そんなに漢字省略しないとだめなぐらい忙しい時に書いたのかと思うんですけど、人妻に関してはですね、ちゃんとあの、書数多めでも書けるんですよ、妻という字は。だから、人妻、子供なし、これはなんかこだわりがあるのか、これはこだわりがあるのか。いやー、マックとスタバはいいけど、ロッテリアとかだめなのロッテリアだめみたいですね。 いやでも実際そういう感じみたいですよ。ここにさ、あのキャビンアテンダントって書いてあるんですか、CA。うんうん、で、アナ、JAL って書いてあるんですよね、これ。うん、で、その後ろに LCCNG って書いてあるんですよ。<laughs> いやいやいや、どういうことなの ?JAL とか、分からない人向けに言ったけど、JAL <laughs> とか、アナっていうのはまあまあ大手の,広告あの航空会社ですよね。LCC は格安の航空会社で。 ジャルとかあナのキャビンアテンダントは OK だけど安い航空会社のキャビンアテンダントは NG だ。うーん。いやだからそれでいくとスタバとかマクドナルドは OK でロッテリアとかタリーはダメなんですよ。ベローチュなんか持ってろおかなってことは。もうドムドムバーガーなんか絶対ダメなんじゃないのドムドムバーガーだって絶対ダメ。<laughs> まバーガーキックは全部ダメ。<laughs> いやもうね、もう。 最悪あのねこういう属性に興奮するっていうのは女の人をも扱いしてる典型ですダメですこんなのもう <laughs> そして弁護士と人一つば書けるんだったら弁護士と広報は漢字で書こうよまあさあ弁護士の女の人は来ないと思うよこういう感にてうかさちょっと ね、なかなか攻めてると思いません、ね。弁護士来たらどう思います弁護士は来ないでしょうね、<laughs> やっぱりね、普通は。てうか、リスキーでしょ。めちゃめちゃリスキーでね、逆にリスキーだろう。いや、私も女性の弁護,弁護士何人か知ってるし、知ってるけど、うん、そんな、うんえど、どういうことを。そして。 いなぁいやまあそうねでそしてですよもう人妻いやいやもう <laughs> ダメだから人妻ってうんこれ <laughs> しかし <laughs> l c c は NG ってなかなか指示も細かいやん <laughs> でユニクロは OK じゃあ何えっ、ー、とファーストリテイリンググループだから GU も OK になるのかうんでライトオンとかジーンズメイトはダメだろう どういうことなのこれは <laughs> <お>ワークマンはワークマンワークマンとかダメなんでしょうねおそらくまぁ、あ、きっとダメだろうなまあ、この記事とは別に何かあの、ね、もう一個前の「文春法」では、ね、なんかもう福岡では松本の悪評がとどろきすぎちゃってなんか福岡でアテンドしてたのは黒瀬さんだったかな なんかがいやもう呼べないっすよもう女集まんねっすみたいな泣き言を言っていたって <laughs> <ん>もう。毎週来てたとしたらさ、うん、大変だよねやっぱね。毎週だったとささすがに52回最低、うん、違う子たちを集めるって。うん、<laughs> なかなか大変だろうな。<laughs> まあなんでこれちなみにあのなんで毎週なのかっていうと。 福岡でやってる番組の撮影のために松本さんが来てその度に福岡の芸人さんがそこでアテンドをしていていそうそうだってその番組がどれぐらいついてるか分かんないけど3年続いてたら156回アテンドしなきゃダメなんですよ。大変だよもくで他には何かねあーの NG, NG リストも入ってるんですよ。これうん NG リストってジャニーズのうちらかよって感じなんですけどそういう NG リストではございませんなんかね、うん、あの茶髪モデル飲み屋美容師アパレル普段松本が会えないような、うん、えこの辺りはあの NG なんですよだからアパレル NG だけどユニクロは OK ってどういうことなんていうちょっと何かいまいちよく分からない感じですけど、うん、茶髪とかがだからまあ一応やっぱりほら なんだっけまあ、先週号ではあのー、あなたみたいな清楚な人に私の子供を産んでほしいんだっていうのもあったからあのー、本間さんやっぱり事実は正しく伝えないとダメだと思うんですけどあなたのような清楚な人に僕の子供を産んでほしいそんな表現じゃなかったですよね、うん まあ、もうちょっと砕けてた <laughs> まあ砕けてたというか、濁ってたというか、まあ、砕けた上に混ざって濁ってるみたいな感じですけど、まあ、そういう感じ、俺の子、梅屋っていう発言ですね。はい、まあ、それもあったし、うん、いや、あの、ほら、あんたみたいな清楚な人にって発言もあったよ。ああ、そっかそっかそっか。うん、あったあった。うん、だから、清楚風が好きなんだよ。茶髪とか金髪とかも、そんなのがもう、そういうのは許せない。うん。 まあ、自分がき自分が金髪になってんの。ちなみに、まあえ、見た目そういうのが好きだ,っだちょっと。ちなみに私はやっぱりあの不当校事、いじめられっ子という属性があるので、金髪の女性怖い。なんかいじめられそうで怖い。一回もつきあったことない。<laughs> もうこれは偏見だと思いますけどね、これは私の。 あの金髪の女性でも優しい人はたくさんいると思いますけどまっちゃんの場合は、まあ、多分いっぱいいるんでしょうね周りにそういう人がまあそうだね、うん、だから黒髪清楚な雰囲気がいいんじゃないのうんでちょっとおとなしそうな人黒髪清楚でおとなしそうな人に「俺の子供を産めや」っていうふうに言うと、うん、えー、まあ頑張れると。 いいううことねまあそらしけどさだからあのこれ見てるとわかるけどだからあのあれは嫌なんだろうね。いわゆるプロがお相手するあの風俗っていうのはだってほらまあ当たり前だけどみんなプロになっちゃうからさ向こう。そうするとそういうのだと多分つまんなくって。 えー、部下のゲンたちがかき集めてくる素人が好きなんだな、これね。うん、なんでどうや。なんかプロだともう、あれなんて言わなの,あの,あの最初からハードマーっつってやってきた、はいはいっつって、なんかこう、ベルトコンベアあみたいな感じで、感動がないんじゃない 感応はあるけれども感動はないってことかな, <laughs> な,な,なんかうまいこと言った風にしてますけど <laughs> まあ何ちゅうかまあそうかもそうなのか <laughs> ああなんというかいい加減なこと言ってるけどさちゃいちゃラブラブコースとかあるじゃんそれにしたらいいじゃんいやあんのかどうかも知らんけどあるだろうどっか探したら <laughs> まあ多分だからそれさえも嫌なんじゃないの <laughs> なるほどあの お金を払って、その中でする行為っていうのは、もう飽、き飽きしてんんじゃないのかねうん、い<や>まあまあまあ、そういう話はよく聞くから、別に珍しくはないが、これはしかし、この。これ、ちなみに文春によると、松本氏がの筆跡にとてもよく似ているというふうに。 うん、こう書いてありますがまあ松本さんの筆跡って見たことないんでわからないですけどまあでもなんかここに出てくるじ、ね、もう,そ,うそのこのなんかマクドナルドスタバとかなんか,かユニクロとかなんか書いてるのはまあともかくとしてですねまた告発されてる人が18歳かなんかの時にやられてでもうなんかいまだにトラウマだと。 でそれを現場含めて「ここです」とかって言ってる時に、うん、泣きながら取材に答えてるっていうのがちょっとこうなんか楽んかうーっていうかかわいそう。まああのー、やっぱり今までのこの一連の記事とあとその世間役をやった連中。うん の発言ととかを聞いていてると、うん、やっぱり多分松本もそうだし受間役の連中もみんな、うん、別にそんなひどいことをしたとは全然思ってないのいやそうみたいですねちょっとあのだからほらえっとまあ会自体はあったとハ、うん、ムケンとかさ。うんうん 会自体あったっつって全否定してんのに、うんうん、タムケンが会はあったみたいなこと言っちゃってっから全部くぐるべきねえかって話だけど、その中で、えー、っと、そんな不快な思いをさせたとは知らなかったみたいなことを、やっぱり言ってるじゃないで、あのー、それはやっぱり、その意識の乖離が凄まじくってさ、で、こっちはさ、 うーんと、まあ、なんていうのえー、キングとも言われる松本に合わせてあげたんだから、多少嫌な思いをしたとしても、ね、それも許容範囲でしょっていう気持ちが、やっぱこう、そこかしこに滲んでるよね。で、あの、無理やりやってないんだ。無理やりっていうのは多分ね、男側からするとね、その自由を奪うとかね、 暴力的にね、暴<ー>力さって、うん、さ,あさあ、そういうのを、あのー、なんていうのか、えっと、無理やりっていう意識が、男側はそ,そう思ってるんだよ。で、彼らはそこまでしてないじゃん。でねね、彼らはそこまではしてないから、うんうん、だから、そんなに悪いことをしたことは全然思ってない。うん だから今頃つっつかれて、えー、嘘だろっていうふうなのに思ってるわけよ、連中は。うん、うん。松本も多分、いや、だってこうさ、いきんなりもうバシバシ縛いて同行したなんてもう、もうこれ犯罪になっちゃうからさ、うん、そんなことはしてないのよ、彼もね。うん,うん、うん。俺の子、うめえやって言われて、えー、ごめんなさい、無理ですって言ったら、ああ、ふざけんなってね、この野郎って、いろいろ言うけど、うん、そこまではしてない。 でも、十分やばいけどね。あの、えー、あだから、十分やばいわけよ。それで、それを女の人の側はやっぱり恐怖に感じてるわけで、うん、十分やばいでしょ。うん、でも、男側はそう思ってない。うん、ああだから、なんていうのえっと、裁判をやったとしてもだ。うん、そこの、うんと、合意があったとかないとかっていうところには、 少しはこう勝ち目があると思っちゃったりするわけよ。うん、うん。そこがね、やっぱり決定的に、あの男性とこの今回訴えてる女性側との意識の差で、で、今の時代はもう男がそう考え、勝手に考えても全く許されっていう時代になっちまってるんで。なっちまってるんじゃなくて、やっと時代が追いついたって言ってください、大本さん。 まあ、そうとも言えるかな。<laughs> それで、なっちまったって。それが普通なんですよ、本間さん。うん、まあ、でもほらずっと普通じゃなかったわけで。にまあ、特に日本ではね。うん、まあ、だからそういう時代にようやくなってきたというところで、今、芸人さんたちはみんな、もう震え上がってる。 うああ俺ちょっと待ってよ去年あそこでこうしたのがとかああおととしもそう,うあそこでこうしたのがさもうさ数えきれないほどあるだろうからねみんなねいやだってさ私もでもねちょっと考えたよ8年前まで遡ってじゃあ別に殴ってないよといや殴ってないよいや無理やり押し倒して入れてもいないよとだけど嫌がった女性って あくいないよ当然いないけどれでこれ女の人から見て嫌って思ってる人ちょっとちゃんとこれ他山の石にしないとなーって思いましたが、まあ、うつ病真っ盛りの時はですね皆さん、まあ、私あの知らない人もいるかもしれませんけど私56年前とてつもないうつ病だったんですけどうつ病の時ってねみんなどうでもいい情報ですけどエロ本見ても立たないんですよ。<laughs> なので <laughs> あの時大変でした、はい、まあそれはそうだな。いやなんで、うん、でもなんかちょ例えばこれ30年前からねそういうことを一切やってない男性ってどれぐらいいるのかって考えたらさいやこれ本当反省しなきゃダメなことだなっていうふうに思いますよ。8年前でも現在のように取り扱おうというのであればねなんかそれがすごく私は。 思ったけどまあ、とはいえ、なんか、そういう時代になっているのって、いや、だいぶ前からじゃないのっていう、少なくとも、あの不同意性交罪あとあので、制定されたの、去年、おととし、それぐらいじゃないですか。で、そのぐらい前からか、か、うん、3、4年前から議論されてたことなのに。だったらまあ、でもほら、松本の場合はさ、うん、一番最初の報道は8年前のやつじゃん。<laughs> いや8年前のことだったとしてもですよ。今はそういう時代の流れだから、うん、ああ、やばいなって思えやっていうふうに。うんうん、思えないんやね。そこはキングだキングうん。I am an all-right king! わの前にひれ伏せとうん。あの、キングだからそこは許される。許されないよ自民党のやつらが、 今裏紙だとかなんとかつったって、うん、もらってなんで悪いんやって思ってるのと全く同じよそこは精神的構造がああもう本当東京電力がメルトダウンを起こしても別に何税金もらって何が文句あんのっていうふうに思ってるのと一緒か一緒一緒一緒か、うん、<laughs> お前俺たちがお前らに電気を分け与えてやってるんだぞとうん、うん、一回ぐらいのメルトダウン許せやってこと <laughs> いや 俺たちがお前電源切ったら電気いかねえんだぞとうん、うん、小賢しいわとはい原発動かそうが何しようが俺たちは許されるんだっていうね自民党の皆さんもそうう思いでしょうちなみにですね松本さんのあの、うん、休止前に収録したテレビ番組が続々と報道されているけども ススポンサーーからはソース感状態であると、うん、あの松本の場合はひとし松本の酒のつまみになる話「松本2中井ダウンタウンデラックス水曜日ダウンタウン探偵ナイトスクープガキの使いやあらへんでクレイジージャーニー」と7本のレギュラー番組を抱えていると、うんうん、でまだ疑惑段階の、えー、ためかテレビ各局は松本の出演番組の放送を取りやめることはないと通常通り放送していると とはいえ収録日のテロップを収録表示するなどの対応に追われているスポンサーの状況も厳しく、えー、年明けからは表示提供表示なしが連発される異常の事態1月15日に放送された「クレイジージャーニー」2時間スペシャル TBS ではテロップの表示などは見られなかったが提供表示が全て消滅うーんいやーすごいね早いねやっぱり、うん、まあスポンサーはね時代の流れまあ企業は時代の流れ読まなかったら潰れちゃうから すすごい早い早ですねやっぱり3年初のん年末か年末のサントリーと、うん、朝日ね朝日,ビール朝日の、うん、まあもうそれにみんなさ右えならえなんだよねそれをが報じられてからじゃあもうサントリーも朝日もやるんだったらうちも、うん、っていうことで、うん、まあ動きは,はいった、うん一旦始まったら動きは早いそうね ジャニーズ問題の時とは一緒だよね。ただ今回はその始まりが早い。うん、だからもう、あのー、今後は、やっぱりタレントとか、女遊びすさまじくやってた連中には、もう厳しい時代だよね。まあ。うん。ちょっとでも、匂いがしたら、うん、スポンサー速攻で手引くぞっていうさ。うん もうこういうこいそういう前例を作っちゃったんだよ今回うん,うん、うんうん、まあしょうがないっちゃしょうがないよねその女遊びっていうのもいや例えばキャバクラに行ってねお姉ちゃんたちとお金出して飲んでましたとで別にあの普通にお客さんと相手というところの範疇で遊んでましたおしまいまあ風俗読んで、えー、普通にやってました終わりとか そういうのじゃないじゃん今回のはだから女遊びというかなんか女あなんかも,ものとして扱ってる感じこれがんかすごくダメな感じがするけどなだってさすがにキャバクラ行って飲んでましたではスポンサー <laughs> 降りないと思うんですよいやもちろん今週、うん、の記事にはならないと思うし、うんうん、それは全然関係ないそっちは関係ないけど、うんうん、まあとにかくさ その女の呼ばれた女の子がやっぱり身の危険を感じたとかものすごく不愉快だったとかうん、うん、っていうことが問題視されてるわけでで一歩間違えばやっぱりねちょっと暴力的なところになったかもしれないわけです。うんうん まあ、そういう危険性は常にあったと思うし、うんうね、もしくはもしかしたらなったときは、もっとお金を積んで黙っててもらってるかもしれないし、うん、っていうのもあり得るよね、やっぱね。確かに。ああさ、まあ、そういう、うん、まあ、とにかく、あの、 長引けば長引くほどいくらでも球はあるんだよやっぱり文春は、うん。なんか今回の文春もなんか読んでるとあのやっぱ1発目2発目の記事の後から続々と情報が入ってきているっていう風にこう出ていますので、うん、これは吉本興業と松本人志さんは下手を打ったかなっていう感じですね。う,うん、うん とにかく最初に土下座して謝るし、れ謝ればなんとかなったかもしれないが、うんうん、もうこうなるとさ、次から次へと、まあ、まあ、真偽不明な話もあ,のあるけれども、いくらでもネタは集まってくるよね、これ。うん。で、やっぱりこういうさ、ちょ,ちょっとなんていうのか、フォトジェニックと言えるかどうかわからんけど、あの実質のあの、 メモとかさ、もうそういうさ、サイ、サイ、サイドっていうかさ、うん、ドメインの話を補強する証拠としていろんなものが出てきちゃうでしょ。出てきてしまってますね。余計恥の上塗りじゃねえかよ、うん、これってね。うん。いう感じでさ、まだまだ出てくるぞ、これきっと他にも。まあ、文春の記事を読んでいただければですね、やっぱりそういういろんな、ね、まあ、なんつったらいいんだろう。 大ぞましい写真とかもありますんで、まあ、買って読んでみるのが一番ですけどまあちょっとね今日は尺の問題で取り上げませんがいや今回ちょっと新展開したのが男性の証言が出てきたんですよ男性の証言ってあの別にあのこの男の人がやられてたんじゃなくって元名古屋の吉本の芸人さんで。うん えー、当時僕たちのような下っ端の芸人はお笑いの帝王である松本さんに少しでも取り入れたいという思いで必死に女の子を献上してきました彼は若手の売れたいという気持ちにつけ込んでいたのです、うん、今考えると若手芸人をバカにしてますし女性に対しても大変失礼ですっていうこういう証言まで出てきちゃったらさ、うん、いやこれはさすがに金目的だろとは言えないじゃないですか、うん、もうちょっとリスク高すぎるしねこういう人は。 いいやなんでこういうのも出てくるよ、ねうん、まあ松本からそりゃあさ名前も覚えてない程度のさ下、ね、っ端かもしれないうん、うん、でもそういう連中に「松本さん松本さん」っつって崇められちゃってさ、うん、まあキングになっちゃったわけでうん、うん、やっぱりちょっとこううん そういう人たちの恨みつらみも買っちゃう。うん,う,んうん。うんってことだよね、うん、やっぱね。うん、いっぱい出てくるさ、そういうのさ。そうですね。うん。松本からするやつさ、以上のお前らもなんかご商売に預かってんだからええやろぐらいにしか思ってないわけよ。うん、その女の、そのほら、ね、その人も言ってるけれど、毎週女の子って。 呼んでこいって言われてすげえ大変だったとかさうん、うん、そんなの何とも思ってないわけよだから松本の立場からすりやすさうん、うんうん、お前らもおこぼれにまってるやろみたいなね、うん、し,かにしか思ってない、うん、でもやっぱり下の人たちは下の人たちでなんで自分がこんなことせんにはあかんのやって恨、うん、みつらみも募ってくるしさ、うん、そしてそれが何年後かにこうやって爆発するっていう あっていう感じまあどっちもどっちっちゃどっちもどっちな。はあいやなんかねちょっと松本伊さん私芸風は別に好きではなかったんですけど30年間トップに君臨していたわけじゃないですか、うん、だからそういう人がこういうのをなって本当にお笑いにするんだったらやっぱはんこの自分の失態をちゃんと反省してる姿をねお笑いにしてくれていたら 多分他の吉本の芸人さんにも示しもついただろうしまあ日本で遅れているおっさんたちの考えも変わっただろうしなんかある意味尊敬をね集めたんじゃないかなというふうに思うとなんかとても残念だなというふうに私は感じましたうんうん,、うん、なんかね、まあ、ちょっとそれは期待しすぎなのかなとでもねちょっとねあの皆さんちょっとね褒めてほしいんですけど今回の文章読んでるだけで吐きそうになりました私 <laughs> ちょっと <laughs> スタバーとかさマクドナルドとかさ,さ <laughs> まあ俺はなんかツッコミどころ満載で笑っちゃうけどないやしかもさ <laughs> どんどんはないんかどんどんはマクドやろお前そこは 弁護士は漢字で書けよ人妻って書けてんだから候補もっと書けよってマクドナルドは何でそのまんまなのにスタバースターバックスじゃねえんだよとか <laughs> ああ,あまあちょっとねあまりにもおぞましいのでちょっと名文でも読んでおきましょうねっ。 祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿少女の花の色、少女必衰の断りを表す、溺れる人も久しからず、ただ春の夜の夢の如とし、竹木のもついには滅びぬ、人とに風の前の塵に同じ。うん。ま、あの、えっ、ー、と、平の清盛と,、えー、と松本清吉本を比べるとあまりにも格が違いすぎますけど。うん。 いやまあちょっとなんかもう,ちょっともう最近なんかねヘドみたいな記事読んだらなんかちょっとあの100人一首ちょっと読んどこうとか <laughs>「平家物語見とこう」とか <laughs> もうちょっともう気,も気持ち悪くなってくる本当に <laughs> まに。とはいえこの問題はあのスポンサーの動きが早いねあのそしてえっとジャニーズ問題に続いてのこの話ですので。 いやもう時代の変化の一部としてやっぱこれ捉えないとこずっと変わってない日本の中で出てきたゴシップの一つっていう感じじゃないんですよね。なのであの本間さんとあの取り上げているということでこの時代の流れの一つの現象として見るでそして、まあ、松本さんが本当に裁判をされるのであればねやっぱりここはちゃんと見ていきたいし、まあ、そこで事実無根主張されるのかもうちゃんと見ていかないとダメな部分だと思います。まあ、現状は文春が言ってるだけでね。 えゅ中分けで、えー、今日も読書っていう風にね、あのー、締めようと思ったんですけど、まあ、いろいろ言いましたけど、まあ、やっぱりあのみんな見るじゃんみんな見るから取り上げちゃったっていうのはちょっとあります。というわけで、えー、ただヘドが出そうになったのは本当ですので、えー、ちょっと一服の清涼剤を皆さんにお求めしたいなと。 三菱 UFJ 銀行4 5 6 9五5 6 a 副町支店にですねカンパをいただけるとこのヘドもちょっと減るんで、うんえー、ぜひカンパをよろしくお願いいたしますということで今日も読者<し>じゃあねーはい、今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。